はい、こんにちは、たからです。昨日は円が大暴騰ということで、円が本当に強かった。当然クロス円なんかも大幅下落。一方で円以外の通貨に関してはあまり動きがなかったんですよね。ドルインデックスを見ていくとレンジそばだったりもしますんでね、ドルが絡む通貨というのは値動きかなり鈍い状況です。ですからボラを求めるならクロス円の方が面白そうではありますけどね。ただ個人的にはドルソ、結構注目をしています。この辺りをチャートの方から見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。まずはチャートの方からですけども、レンジ相場がずっと見えています。特に昨日、おとといの動きが少し難しかったと思うんですけどね、結果的には戻していますから、僕はこれ行ってこいと見て、まだ抜けていないと現状は見ています。そんな中で昨日なんですね、結構これ下の方まで突っ込んだんですよね。結果的にはこれ戻してますんで、サポートの強さを確認した状況。つまりこれ、この3日間ほどで1回、2回、3回ですかね、レンジの加減を試し続けて、結果抜けなかったんですよね。これはかなり気になる動きですね。下を試してダメなら次は上を試すというのはよくある動きです。それがブレイクにつながるかどうかは分かりませんけどね。ただ高値を試してくるんなら現在地、これまだまだこれレンジの安値圏ですから、ロングを見ていくというのは面白いんじゃないですかね。ロングということは、これユーロドルですからね、ドルの方には売りが入りやすい状況というのを見ていくことになるんですかね。下を試してダメだったのが3日間しっかり流れが見えてますんでね、この上を試す流れ見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見ていくとレンジがこの辺りで見てたんですよね。レンジの加減が 1.01 の80あたりですから、ちょうど今のあたりですね。安値を1回2回、今回3回試してなかなか抜けてこなかったんですね。またレンジの中に戻ってきてしまいました。現在地レンジの安値圏です。ただこれをブレイクと見ていく人はこれは当然いるわけで、戻り寄りを見ていくというのも間違いではないと思うんですよね。ただ事実を見ていけばなかなか下がらない。今回もこれレンジの中に戻れば再度レンジが見えてきて、レンジの加減ですからね、ショートは少し苦しい状況。底堅い動きも見えてますから、上昇トレンドを見ていくのも面白そうではあります。最初の目標直近高値、もしくはレンジの高値までの上昇、こういったのを本当見ていきたいですね。レートにすると 1.02 の20あたりから 1.02 の50あたりまで、これをブレイクしてくるかもしれませんけども、それはもう別問題ですから、そこは別にまた考えていきたいと思います。今の位置はレンジの加減、レンジを再度見ていこうと思ってますんで、僕はレンジ加減からのロング、これを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。クロス円、円がとにかく強かったですからね、全部こう大きな陰線になっています。ユーロ円に関してはこの結果、直近安値を割り込んでしまいました。もうこれが事実ですね。サポートが137円あたりにあったんですけども、昨日は割り込んでいます。シンプルにこれも安値更新ですから、ロングを見ていく差も全くないですね。ショートを見ていくか、もしくは突っ込んだ環境ですからね、少し様子を見ていくか。そう考えるとこの直近安値、抵抗もなく抜けているのは少し引っかかる点ですかね。それだけチャートは弱かったということにはなるんでしょうけども、流れが止まってくるとこの辺りを試しに来る動きは出てくる。こういったのよくありますから、ショートをしていくんならこの戻りにはしっかり備えないといけないですね。この動きに振らされてしまったらダメだと思いますんで、ツッコミのショート、これだけ前弱い流れが出てるとね、それもいいと思いますけども、波の反転見えた際にはズルズルいかないようにしたいですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。昨日も1日で2円以上の下落ですか、相当大きな売りの流れになっています。大きな売りの流れがもし止まってきたら、それなりのサイズの調整にはなってきますんで、流れは下を向いてますけどね、この波のサイズ感間違えてしまうと、中途半端なところでこう戻り寄りを見たりしてしまうと思うんですね。こういったのは十分注意はしたいところ。この下落が250ポイントほどですかね、大きな下落になっていますから、戻りが入るんならそれなりの戻りというのはこれはしっかり見ていくべきだと思います。あとはこの辺り押し安値にもなっていた場所ですからね、これも合わせて考えると、この137円の真ん中あたりですかね、この辺りまでの戻り、こういったのは備えていきたいと思います。ただ見ていきたいのは円買いですかね。円の強さというのは昨日かなり強かったです。それだけインパクトもあったということになります。ですからこの戻り、これをロングで見ていくよりは、この戻りに対して戻り寄り、ショートを意識して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。個人的に注目している通貨になりますけども、このポンド、おとといですね、直近高値ブレイクしてきました。昨日もしっかりこの高値をキープしています。このポンドなんですけども、しばらくチャート弱かったんですね。なかなかこうポンド自体に買いが入ってこなかったんですけども、ようやくこう買いが入ってきて高値を抜けてきました。波の反転見えたことになりますから、僕はもうドルの動向に関わらずね、ポンドに関しては上昇トレンドを見ていこうかと思ってるんですよね。
昨日に関しては少し上値が重い状況を見えてきましたから、もしかしたらこのあたりで調整の形が見えてくるかもしれません。ただし週足環境を見てもブレイクしてますんで、よほど大きな押しが入ってこない限り、来週にも十分つながる環境だと思うんですよね。もう目線はロングで見ていきたいなと思います。昨日ですけども高安がある程度見えてます。下のサポート 1.21、 上の抵抗 1.22 ですかね。ですからこの100ポイントほどのレンジ相場、これを合わせて見ていこうかと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ても強いトレンドは見えていると思います。現在流れが止まって調整局面ですかね。この調整のレンジ、下のサポート探しが少し難儀だったんですけども、昨日ですねこれ安値更新してくれましたんで、売りの流れが強く出たんですね。結果的にヒゲもたくさんつけたということで、この 1.21 の40とか50とかこのあたりですかね、このあたりサポートの強さを感じます。他もチャートの方は強いと思ってますんで、サポート見えればやっぱりロングは意識したいところ。しっかり買いが入ってきましたんで、今日はこの辺りをバックにロングをしていく場所を探っていこうかなと。高値更新なんかがあれば分かりやすいですけどもね、高値更新はないかもしれませんけども、これでも十分来週にもつながります。今日金曜日ですから週足も確定しますんで、今日崩れてくるかどうかというのはすごく大事だと思うんですよね。来週もこの強い流れを見ていきたいと思ってますんで、今のところこう崩れてくる流れは想定してないです。ですから今見えているこの下のサポート、これをまず見ながらロングをしていこうかなと。ドルの方がちょっと方向がないですからね、動かないということにはなってしまうかもしれませんけども、だからこそこう上の方では買いたくないですかね。下の方から拾っていく意識で今日は値動き見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドも大きな売りが入りました。高値から見ると3円ほどの下落ですが、相当大きな売りが入りましたけども、ただちょっと今のこの場所は気をつけたいですね。直近安値これまだ抜けてないんですよね。166円というのは、上位足を見ても上値の重さというのは見えている場所ですから、ここから売りが入るというのは仕方がない部分あると思います。円もすごく強かったですからね、継続して売りの流れも見たいところですけども、ただこの位置からショートをするかどうかは、これは慎重になってもいいんじゃないですかね。波の起点部分でもありますから、上下に壁が見えてます。レンジ相場も想定しておきたいんですよね。実際今ポンドもそんなに弱い状況でもないですから、もしこの円高これが収まってくるんなら、サポートはされてくるかも。とは今波の反転なんかを見ていくにはまだ早いと思います。買っていくんならまずは一旦流れを止めてからというところは意識したいところですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。この辺りもレンジとして見てますんでね、曲がったり下がったりの相場を見ているわけですけども、昨日のこの売りはかなり強かったですね。高値から見ると3円近くの下落になってます。現在はようやく少し流れが止まってきましたがね、過去のサポートラインが効いているのかもしれません。となると波の反転ポーンと見ていくわけではなくてね、あくまで今は流れが止まっただけですから、僕なら調整を見たい、レンジというのを強く意識して値動きを見たいところです。ただ上限下限というのがはっきりまだ見えてないですよね。例えば円高を見ていくんなら、突っ込み売りはもう避けたいところですからね、しっかりこういった戻りの壁探していくのが大事になってくると思いますし、例えばサポート見てのロングを見る、こういったの悪くないと思うんですよね。割れてしまったら投げればいいわけですから、リスクはすごく小さいとは思います。ただこういった週足や日足環境のサポートというのは短期足抜けてきますんでね、ぴったりと反応しない点は気をつけたいです。ですからロングをしていくならしっかり流れを止めてから、この辺りもそうですけどもね、しっかりこの辺りに流れが止まったのを確認してからやっぱり買いは入ってくるものだと思いますんで、慌ててロングはしないようにしたいですかね。僕自身この線というのはやっぱり売り目線、円の強さをまずは見ていきたいところ、ですからやっぱり売り目線にはなってしまいますけども、この位置はなかなかやっぱりショートはしづらいと思いますから、様子見になってしまうんじゃないですかね。加えてポンドの方も強いと見てますんで、ポンド円というのはあまりこう相場環境に合ってないんですよね。ポンドの強さ、円の強さを今見てる状況ですから、強い通貨同士のペアになっちゃってるんですよね。ですから少し様子を見ながら次の流れが見えてくるのを待ちたいとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。5ドルもチャート相当強いですよね。直近高値も抜いていますから、全然チャートは強いと思います。もうロング目線ということになりますけども、昨日は一旦流れが止まりましたかね、0.70 この辺りは抵抗があるのかもしれません。ならば僕ならやっぱり調整のレンジというのを意識したいところですから、こういったレンジですかね、結構大きなトレンドですから、それなりのレンジの幅というのを意識したいところです。それと現在地高値圏なんですよね。さすがにチャートはすごく強いとは思うんですけども、高値圏となってくると買いは慎重になってしまいます。それでもそれなりにしっかりしたサポートが近くにあればいいんですけどね、昨日で一旦流れが止まっただけですから、まだそういったサポートも見当たらないんですよね。積極的に買っていくにはそのサポートをまずは見つけてからということになりそうですから、時間もかかってくるんじゃないですかね。
5ドルはまあ7月、かなり強い流れがありました。少し売りの方もね、入ってきたようですけども、まだまだチャートは強いと思いますね。僕ならロング目線は変わらず見ていたい。ただ買うにしても買う場所はあるんじゃないですかね。レンジが見えそうになっている中で、レンジの今は高値圏です。多少押しが入ってくる場面も想定していかないといけないですけども、これをショートで見る必要があるかどうかも、これは別問題になってきそう。僕ならやっぱり5ドルを売ろうとはやっぱり迷わないですからね。やっぱり買い場を探っていくことになりそうですから、まあそうなるとも様子見ということになってきそうですね。ドルの方に売りが入ったりなんかすると分かりやすいんですけども、今ドルが方向がないですからね、少しこの調整局面を強く意識して見ていこうかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見ても強いトレンドは見えています。少し流れが止まりましたかね。このあたりが 0.70、流れが止まれば調整のレンジというのを意識して見ていきたいところですけども、ちょっとまだサポート見えてないですよね。日足環境を見ていけば、もう少し大きなレンジも合わせて見ていきたいところですから、まあ、こういったサポートというのは簡単に割ってきてもおかしくないですからね。この売りにしっかり備えていかないといけないんですね。ロングをしていくには少しまだ場面が悪いかなと。強いなら強いでいいんですけどね、ならばまあこの辺りでちゃんとサポートは見つけていきたいところです。まあ、少し時間はかかってくるかと思いますんで、慌てずに流れを見極めていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円もこれサポート割り込んでしまいましたかね、94位、まあ、大事なサポートだったと思いますけども、一気に割り込んできました。まあ、円が強かったというのもありましたけども、5ドルドルを見ても少しまあ高値圏の環境でしたからね、まあ、少し売りの方が出てきても仕方ないのかなと思いますね。強いトレンドあります。貯金高値も抜けてましたからね、いい流れだったと思いますけども、サポート割れてきたとなってくると、まあ、当然これ押し目買いを見てくる人はまだまだいそうですけども、まあ、このあたり高値を2回試して抜けなかったといった形も見えてます。ネックを割れたのが昨日の動きなんであれば、少しこの売りは強く出てきてしまうかもしれませんね。波の反転も見えてきれる、青い下落トレンドが見えてくるんであれば、波の反転見ていくにも時間はかかります。まあ、こういった94円ですか、大事なサポート一気に割ってきてますから、まあ、このあたりを試しに行く動きみたいなのがあってもおかしくないと思いますけども、一気にこう波の反転がまた見えてくるとはちょっと思えないですかね。強い環境の中で一気に売りが入りましたから、押し目買いを見てる人もいそうです。こういった勢力、まあ、短期ロング勢ですよね、そういったのが捕まった環境もこのあたりの値動きだと見えてきます。ですからもこれいつも言うんですけどね、強い買い戻しが入るとそのロング勢が逃げてしまうんですよね。まあ、そうなるとやっぱり上値は軽くなってしまいますから、逆にロングは見ていきたいところですけども、そうならない限りやっぱりロングを見ていくのは難しいと思うんですよね。戻ればやっぱり売りが入りやすい状況というのはあると思いますから、上値が重い状況をしばらくは見ていくことになりそうです。ですからまあショート見ていくなら気をつけたいのはこの強い戻りですね。急激な戻りには要注意、まあ、むしろこう売りの流れを強く見ていくんなら浅い押しは意識したいところですかね。まあ、94円あたりの攻防ぐらいだったら全然大丈夫だと思いますけども、まあ、昨日のこの円高というのもありましたし、5ドルは高値圏というのもあります。まあ、高値抜けてきたらまたこれも環境変わってきそうですから、まあ、改めて判断ということになってきそうですけども、まあ、少しこの5ドル、まあ、強いのは分かるんですけども、調整の形が見えてきたかもですね。ロングは警戒はしていきたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。昨日ですけども一気にサポートを割り込んできました。94円というのはまあ大事なサポートだったと思うんですけどね、まあ、何の抵抗もなく抜けてますね。ただ一旦流れが止まってくると、この94円を試しに行く動きというのはこういったのは全然ありますから、ショートしていくならこの戻り、こういったのにあたふたしないようにしたいですね。ただやっぱり売りの流れは強いですからね、壁が見えればショートは見たいところですけども、先ほども言いましたけども、これ強い戻りが入ってしまったらこれをショート見ていくのは気をつけたいです。やっぱりこの安値更新見ていくためにはロング勢の投げというのは欲しいところなんですけどね、強い戻りが入ったらそのロング勢は逃げてしまいますんでね、将来の売り注文がなくなってしまいます。まあ、そういった環境でショートをしてもなかなか今度は下がらないということにもなってしまいそうで、ですからね、やっぱりこの強い戻りに警戒ですね。売っていくんなら浅い押し、94円あたりの攻防ですかね、このあたりを見ていくのがいいのかなと思います。まあ、売り場探しにはなってくると思いますけども、突っ込んだ売りとか、強い戻りに対しての売りとか、そういったのは気をつけたいですね。はい、ということで、まあ、円の方がかなり大きく動きました。ボラも大きいですから、今日もそれなりに値動きはあると思います。ただまあ突っ込んだ環境になってしまってますんで、調整が入った際のこの戻り、これにも警戒しそうで、少しまあ難しい環境だと思うんですよね。まあ、ボラはあるけども方向感がないみたいな値動きになってしまうと、それはもう僕が一番苦手な相場にもなってしまいますので、プロ戦、まあ、もちろん見ていきますけどね、少し慎重に判断はしたいなと思ってます。そんな中で少し僕が気になるのがドルストなんですよね。実はまだ動きはないんです、ないんですけども、ユーロドル下を何回も試してるんですね。結果抜けなかったのが昨日までの事実です。
まあ、もちろんこれ高値ブレイクしてくれれば分かりやすいですけどね、まあ、そこまでの流れを期待できるかどうかは別にしても、下を試してダメという形に見えてますんで、高値を試す展開は見たいなと、ということはドルが弱い流れが出てきやすいのかなとは考えてます。まあ、そうなるとがぜん面白そうなのがこのポンドドルなんですよね。おとといにもすでに高値を抜けています。上昇トレンドの最中にある通貨ですから、もしドルの方に売りが入ってくるんならこれは高値更新全然期待できそう。まあ、ポンドの弱さというところがもうずっと続いてましたけどもね、まあ、この流れの反転というのもこのチャートからは見えてきます。やっぱりロングは見たいところですけどね。まあ、ゴールドルは少し上値の重さも見えてしまってますんで、ユーロドルとこのポンドドル、この高値更新があるかどうかというところ、少し注目をして見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。